ハロー、朝芸能です。今日はこのこいつのニキビに負けじとアップ目で撮影しております。今日はフェイスパウダーなんですけど、売り上げ第1位、アットコスメの売り上げ第1位のこの毛穴見えなくするパウダー、これがねほんと気になったんで買ってみました。ポイントマジックプロプレストパウダー UX、 間違えた、 UV。 売り上げナンバーワンベストコスメ日焼け止め部門第3位、日焼け止めもこちら兼ね備えてるということで、私は今までこちらのキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーを使ってたんですけど、今回もまあプチプラですよね、1000円ちょっとなんでプチプラなんですけど、売り上げ第1位とはどれほどのものかと、15時間毛穴カバーどれほどのものなのかと、素肌仕上げファンデ級カバーとはどれほどのもの。今はイブサンローランのファンデーションをしてキャンメイクをこっち半分やっていきたいと思います。いつも通りね、もうキャンメイクもなくなっちゃうから、ふわっとした感がこうお肌にもう一層加わるっていうか、ちょっとぼやっとするっていうか、なんかさ、サヤエンドウとかさ、枝豆ってさ、ふわっとさ、白い毛がさうっすら生えてるやん、桃とか、そんな感じになります。すごい、でもね、いい例えだと思うんですよね。こちらはミディアムベージュ02番です。ま、見た目はこんな感じで、コンパクトだからすごいありがたいですよね。キャンメイクもすごいコンパクトなんですよ。で、お粉ってものすごい、こんなぶっとくてさ、こんな、これのもっとこの、何倍、2倍ぐらいある大きさのがさ、すごい多いやんか。お粉ってさ、大概さ、お化粧直しの時にやんのにさ、あんなでかいの持ち歩けないじゃないですか。からこのミニサイズはすごい便利ですよね。サイズは勝利、サイズはこっちが勝利ですね。とね、うちの肌からしたら濃い可能性があります。では、いざ、いきます。おー、なるほどね。なるほど、なるほど。さっきね、例えててよかった。こっちは桃とかさ、枝豆のフォワット感一層ある感じだけど、これはものすごいお肌にピタッと、一層もないこの、ピタッとこうくっつく感じ。ほんと毛穴とかをこう、一気にこうマットに見せてくれる。ほんとなんて言うんだ。ほんとなんていうか、ファンデーションのように、綺麗なお肌に見せてくれます。とか言ってもこのニキビがあるんでどうしようもないんですけど、このニキビ対これではニキビの方が勝ちました。手からなさそう、すごいビシッガシッ、お肌の毛穴埋めてやるぜコンクリートみたいな感じの、ものすごいお肌綺麗な人になったみたい。はい、今日からこれを愛用していこうと思います。黒流動産、北流動産から出てるプレストパウダー UV ミディアムベージュ02番のレビューでございました。じゃあまた明日も見てね、バイバーイ。目に見えないけれど思いを乗せた歌がいくつもこの夜空を飛び回って